どうも、大学生の田島です。皆さんはね、すべての漫画、アニメの中で、一番かっこいいシーン、どっか知ってますか？正解はですね、ワンピースのゾロがね、三大奇跡って用途あるんですけど、それね、買うかこう、決めようってなった時に、上に思いっきり刀を投げて、でこう、ブンブン回ってくる刀が、ちょうどね、腕を、する、こう、回って、ストーンって、この腕が切れなかったら、買おうって決めて、ちゃんとね、こう、ストーンってなったんですよ。だから腕が切れるっていう、そういう可能性もあったのにもかかわらず、もう一目見てね、この刀気に入ったってなったから、もうその可能性にかけて、そういう無茶をしたっていう、そのシーンがあって、それがもうね、すべてのもう、現実とかもこうやって、現実とか、バーチャルとかすべて含めて、一番かっこいいんです。だから俺もね、もう、今ちょうどゾロみたいなさ、単発だし、今日気合入ってるから、今からやっていこうかなって。もう失敗したらもちろん腕失います。自分もね、もう一丁前の男になりたいんです。でね、用意したのがこちら。まずね、この刀みたいな。なんで本物の刀を使わないかというと、万が一こう床に刺さっちゃったら、うち賃貸だから、やっぱお金がこうかかるじゃん。修理費っていうか。で、迷惑かけちゃうから、そういうことはちょっとできないんで、これを思いっきり上に投げる。で、ヒュン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 回る。で、これをすり抜けさせる。で、ストーンってなる。で、もし、ここに思いっきり、あーってなっちゃったら、これじゃ切れないけど、ここにね、包丁あるんで、これでもう、やります。自分の腕。それは決めてたことだから、仕方ないです。これは本当の包丁です。危ない。じゃあもう今からね、やっていきたいと思います。はい、ではね、心の準備が整ったので、やっていきます。いきます。当たっちゃった。やだ。切りたくない。切りたくないです。すみません。ちょっともう一回だけやらせてください。本当にお願いします。男、二言はいらねえんだよ。絶対決める、これで。刀を信じろ。さっきは信じきれてなかった。刀を信じて、自然とそこに置くだけ。いきます。くそ！切りたくない。こんなに、こんなに。無理です。すいません。